했을 때가 거의 한 面くらい。よいしょ、よいしょ、くしょくしょくい。ピンク。まいせんさん、たかお炭治郎さん、やっしさん、のぶさん、えいちゃん、エビスさん、めっちゃ可愛い。ポニ太郎さん、リンさん、ヒラリンハットさん、セイヤンさん、ヒラ兄さん、ヨシヒラさん、えいちゃん、大西くん、しのさん、リコちゃん、なおなおさん、ふうさん、かずさん、ゆうきさん、せいやんさん、なりさん、五十六さん、なんばのひさとさん、いっぱいありがとう、ほしい、まいせんさん、のぶさん、おやびんさん、ゆうさん、てるさん、レイクさん、いでしさん、高尾炭治郎さん、あおちゃん、しゅうへいさん、ひでのひでさん、ロックオンさん、ありがとう。一番髪型ね。なんで横になるんだろう。ループ。コメント見てる。一瞬止まったけど、いえいえ、こちらこそです。そうそう、ちょっと先ほどは2期生みんなのことを応援しに行ってました。でもちょっと確認、いろいろツアーの確認とかしながらだったから、ちょっとね、そう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 、長くはね、そうちょっと見れたりできなかったんだけど、ちゃんと星集めとかしながら星投げして、本当にみんな頑張ってほしいから、担任の先生にサインを布教してきた。ありがとう。おさっきはあんちゃんの感じ、ありがとう、ありがとうね、こちらこそです。そうそう、もう2期生みんな、2期生みんなにしました。私はちょうどレインボースターが40個あったから、4人に10個ずつ、あと星を満タンぐらい、あと50カウントですね、をさせましたね。
なのでこれからもなんか星が集まったタイミングと、あと星集めとか行ったりとか、あとはあのカウントとかできたらいいなって思いますね。それレインボースター40個あったの、ちょうど。私はイベントは参加しないんですよ。うん、私は立候補しなかったです。うん、そうだね。うん、本当に体に気をつけながら、そうそう、応援してます。うん、髪型めっちゃレアですね。全然私ヘアアレンジできないし、しないからさ。よこ。あ、星集め。あ、いえいえ、どうぞどうぞ。もーちゃん同じか、同じ髪型？いや、自分ではできない、これ。ちゃんとこの、この巻き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 。でもこれはあのミユクさんのもうあのなんだろう、ミユクさんのお任せだった。いっぱい写真撮った件メールとかに送ろうと思います。そう、プロの技。うん、今日は出てました。ミユクさんもすごいなんか可愛く、可愛くしたいね、可愛くしたいなーって言っててしてくれた。後ろ見れる？あ、後ろ、ここ、ここってどこ？こう？どうだろう？見える？どういう見方がいいかわからんね。どういう見方がいいかわからんね。おしゃれ、そう、編み込み。ジボンですな。近い。お疲れ様。ゴーゴー。
あざと選手権こんな感じでした。スクショタイム終了。カン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 。洋服。この髪型ね。超レアだな。よろしく。ツアー？そっか、今日はツアーの当落と、あと直接会えるお話し会のが当落があったんだ。せいちゃん、まみちゃん、 F 渋谷さん、高尾炭治郎さん、ネッシーさん、中主さん、A ちゃん、アダメイさん、ノブさん、ナベコさん、モモンガさん、高尾炭治郎さん、ノブさん、ナリバーさん、 F 渋谷さん、楽しい時間にゃんさん、モモンガさん、50アップくん、ときみっきーさん、りんさん、やつばさん、ねっしーさん、くにひこさん、なんばのいさとさん、たかおたんじろうさん、うっかりあんこさん、くにちゃん、たんさんせんべいさん、ぬまっつさん、メッシーさん、クロさん、ありがとう。直接会える。そう、みゆきさんとこれ崩したくない。できれば1週間ぐらいこのままがいいけど、さすがに、さすがに私ちょっとお風呂入るからもうね、撮らないといけないんですよ。本当は撮りたくないけど。本当は直接会ってお話し会までこのままでいたいけど。もしそれでもいいなら、それでもいいなら私。それでもいいだろう。お風呂入らなくてもいいだろう。絶対やだよね。え、いいの？いいの？でも2メートル離れてるからさ大丈夫かもね。2メートル離れてるし、マスクしてるし大丈夫かもしれない。もしかしたらメンバーには言われるかもしれないけど、なんかここら辺なんかみたいな言われるかもしれないけど、じゃあ分かった、このまま洗うじゃん私は。このまま洗う私。嘘嘘嘘ですよ、もう嘘ですよ、嘘嘘。
100% あったら 120% くらい嘘ですよ。気にしないで。わけないじゃん、わけないじゃん。大丈夫、もうこのままいっぱい写真撮ったし大丈夫さ。高尾さんはしないよ。え、なに、りねちゃん、りねちゃんですか。これ可愛すぎて注意したいです。りねちゃんですか。いいね、いいね。お姉ちゃんに聞かれてしまった、私の作戦がバレちゃう。バレちゃう。でも多分りねちゃんならそれでもいいって言ってくれると思う。それでもいいがんって多分言ってくれる。髪洗わないことが全てではないけ。いろんな人がおるじゃがん。サイアンはサイアンの好きなようにするのがいいがん。多分言ってくれる。やべ、それでも映画いろんな人がおるんじゃけんほら言ってるよほら言っとるやっぱりやっぱりね、映画、映画ね。合ってた。同じこと言ってた。やっぱりね。ではおさらばドローンバイえ、もろい。ドローンの時点でまだ おるし、スの時点でまだおるし、その最後にバイは笑う。面白いよ。ドローンしちゃった。私もよく使うよドローンって。ドローンしますって使うよ。似てるんですよ実は。いや、みんなはドローンしないでね。みんなはドローンしないで。
かわいい。サヤンにトロン。トロン。トロンいいね。ドローンはしないで。平津宮さん、吉丸さん、まいせんさん、柴田さん、りんさん、キャピさん、キマグンさん、キラハさん、マイゼンさん、ハート1000個ありがとう。ヒデンのヒデさん、シンジさんありがとう。かわいいです、ありがとう。嬉しいです、嬉しいです。どうや、なんか時々時々見かけるこの玉ねぎは何、玉ねぎヘアは何玉ねぎに見えるこれ、違うよ、フィッシュボーンだよ、これは魚だよ、玉ねぎじゃないよ。みみゆさん、みみゆさん、そう、魚の骨、魚の骨だから、違うから。直樹さん、よしきさん、めっちゃ可愛い。失礼しました。似合ってる、嬉しいな。やったね、やったね。カズさん、キツネさん、キックさん、ありがとう。ありがとう。髪型に合ってる、めっちゃ可愛い、嬉しい。ツインテール、そう、これは確かに二つ結びとも言えるのか。ヤッホーヤッホーヤッホー、何もかも可愛いって、嬉しい。うん、なし、え、なし、いた今、嘘を気づかんかった。ヤッホーヤッホー、輪郭が見える、
しなし。これは。どっちがいいんだ。そう、これはキャミシャツ。嬉しい。確かにヘアピンあったらもっといいかも。いいとこ。ありがとう、似合ってる。ありがとう。位置があんまり安定しない。こんな感じ？合ってるかな？
ってる。余計かな。いえいえ。カズさん、ヨシキさん、ノブさん、ハイスさん、ロクオンさん、トキメッキーさん、ヤスバール兄さん、リンさん、メガバイトさん、炭酸せんべいさん、田辺さん、ミスルさん、ありがとう。ホタテ様、大西くん、キックさん、トッシーさん、星さん、キチネさん、トッシーさん、A ちゃん、ありがとう。キュピキュンですできました。やっぱり可愛いです。推しが増えそうやったやったね。ツイッターに載せてほしい。だとどうしよう。おお、よかったよかった。仕事の疲れが一気に吹っ飛んだ。よかった。うん、直接会える話帰りますね。何か。嬉しい。ゆり、ゆりちゃん、ゆりさん。ねえ、直接お話し会。楽しみです。あとツアーもね。クリアさん、マイセンさん、ありがとう。 F 渋谷さん、タッチンさん、ありがとう。ツアー落ちました。ピエン、そりゃピエンすぎるぞ。いピエンだね。
嬉しいな。でもツアー瀬戸内回れるの嬉しいな。結構お土産とか買いたいんだけども、どうなんだろうな。自転車で行くの。しゅうさんありがとう、かわいいです、ありがとう。高尾さやかです。うん、瀬戸内結局全然なんか公園とかで回れなかったから、ツアーを通してなんか回ることができて嬉しいですね。よろしくです。もしこう当選された方お待ちしてます。赤と黄色のペンライトと私のグッズをお待ちしてます。ショールームイベント私は出てないで、立候補してないです。お話し会も待ってます。いい、洋服はもう決まってるから。名前変えてみてありがとう、嬉しい。アットマーク嬉しい。待ってます。なんか遠くから見ても可愛い系がいいなと思って髪型ドローンします。ありがとう。そうだね、楽しみだ。じゃあ私は質問をしようかな。そろそろ、えらいかわいい。チャイナじゃないよそう、遠くから見ても可愛いって。そうそう、オンラインは結構あの見え画面に見える部分が重視ではあったんですけど、そう直接会うってなるとやっぱり全身かなと思いましてね。うん、全身見れる、見れるかもしれない。見れないのかな。
100の質問いきますか。100の質問、連続配信562日目62番。お、ちょっとこれあの おとといとちょっとかぶるんですけど、自分の好きな顔のパーツはですね、ちょっとかぶっちゃうね。好きな顔のパーツでしょ、黒目。これね、メイクさんにねしていただいたんですよ。そうなの、これは勝手に私がつけたんだけど。黒目かな。え、黒目見せて、これだよ。黒目。あと目がちょっと茶色。天才です、メイクさんは天才です。コンタクト、普通のコンタクトしてる。ね、黒目じゃないね、茶目。茶目なんて言うんだろう。うん、地毛は茶色でもめちゃめちゃもう黒染めしてるから黒いんだけど、ちゃう。そうだね、ヘアアレンジできるようになりたいな。そうだね、当日っていうか直接会える話し会は目しか見えないのかな。いつも可愛いの嬉しい。よろしくね、お待ちしてます。会いに来てくれる、嬉しいな。ね、こういうアレンジいっぱいしたいな。笑顔が可愛い、ありがとう。はい、すごい緊張する、私もすごい緊張する。声は多分届くと思う。なんか私あんまり話聞いて、いろんな話聞いてなんかね、まだ言っていいか分かんないから、分かんないけど多分聞こえると思います。なんか、うん、なんか言っちゃいかんみたいな感じだった気がするけど、多分聞こえると思います。楽しみだね。うん、分かんないけど。
しみですね。私も直接会って話すのって本当にあんまりなかったから。ね、なんかいよいよって感じがするよね。楽しみ。どうしよう。どうしよう。うわーみたいな。わかんないですね。なんかちょっと詳しいことはわかんないけど、最初横浜ですよね。はあ、大阪？大阪からか。おー、たこ焼き食べたい。本当にたこ焼き食べたい。私はたこ焼きのソースマヨがいいです。ネギソースマヨがいいです。そうだよ。で、次の日か横浜か。なるほどね。楽しみにしてます。まあでも広島にも私の大好きなお好み焼きがあるんだけどもね。なんか今月はいろんなとこに行くんだな。大阪、横浜、横須賀、広島、岡山、まあ、瀬戸内。オスカがあれだ、そうそう。私もなんだろうな、行けるのかな、横須賀に私行くのかな、わかんないんですよね。
今月からさやかちゃんのメール取り出したよって、ありがとう。そう、メール見てくれるのすごい嬉しいです。私はそう、毎月3通ぐらいをめどにしてて、全部あの自分の自撮りをつけるのと、あと内容のあるというか、内容のあるメールにするようにしてますね。待って毎月は1日3通、1日3通間違えた間違えた間違えた毎日3通です、間違えちゃった。ちょっとそれはね、自分でねおすすめできないかも、それはちょっとそれはちょっとおすすめできない、さすがに。あー、いきりか、いいいい、こちらこそ応援してますね。レアになっちゃう寂しいね、毎月3通は逆に難しいかも毎月3通、この30日の間でいつ送るかいつどの時間に送ろうみたいな、ね、そうそう。あとね、朝にはその前の日にあったメールかショールームの内容とかを書いてますね、うん、ね、ブログだね、超濃いかもしれんね、内容がありえんぐらい濃いかも。今メール申し込んだ、ありがとう、嬉しいです、ありがとう、嬉しい。うん、そう、振り返りしてる。そう、結構ショールームの内容なんかあるの結構ね好評なんですよ。結構難しい、でもあれ思い返すの何やったっけと。シングアソング、うん、そうそう、よく覚えてる。メモしてない、メモしてない、どうだったかなって、あ、こういう話したなみたいな、そうそうそう、時々全然思い出せない時もあるあれ何話したっけ。本当に前の日のご飯を思い出すぐらい難しい時あるよね。今日も何話したっけ今まで私何話したっけ。お話し会のこととツアーのことと、あとたこ焼き食べたい、あ、りねちゃんが来た、それだよ。あ、お風呂に入らない話、いや、お風呂に入らないはちょっとやばいよ、それはちょっとびっくりしちゃうみんな
ね。いや、お風呂入れないだけはちょっと切り取ったらちょっと見てない方がびっくりしちゃうから。ゆめちゃんにハートキス。違うよ、今から聞いてって方は違うよ。違うよ、私は毎日入ってます。違いますよ。この間の下北フィルム見ました、ありがとう。じゃあ戦おう、なかたかおです。うん、今日のお弁当も美味しかったな。でももう一個お弁当を持って帰ろうとしたんですけども、さすがにちょっと恥ずかしくて持って帰らんやった。さすがに。ちょっと勇気出らんかった。さすがにちょっと後悔してるよ。いや、牛タンはもうすでにすぐなくなっちゃったから、他のやつがあと。欲張ったわよ。欲張るだ。欲張るべきだったよ。めちゃめちゃ後悔してる。横にマネージャーさんがいて、マネージャーさんが食い意地を張ってるよみたいな、食い意地張ってるだよみたいな言ったけん、あーそうですよねって言って持って帰らなかった。そう本当に余るのであれば持って帰った方が良かったなと思いますね。そうだよ、ちょっと私もお弁当あちょっと持って帰ろっかなみたいな感じのちょっと目線をしてたんですけど、でも絶対次からは持って帰ろうと思います。ちょっと恥ずかしかった。ね、がっつかないと。本当にちょっとだんだんとお腹空いてきたし。遠慮してしまうんだよね、ちょっとだけね。うん、下北 FM 見てファンになりました。本当に？本当？そうだね、節約絶対もう次回から持って帰ります。持って帰らないかもしれないけど、ね、下北 FM さんすごい。なんだかわからないうちにファンになりました。1ヶ月前の今日、おお、ありがとうございます。
ね、食費を浮かさないとありがとう、そうやって言ってくれて嬉しい。夜ご飯食べたよ。でも今日お昼ご飯に昨日のピザ、鬼滅のピザ食べたから、それの残った1枚をねお昼に食べたんですよ。でそれからめっちゃもう夕方お腹空いちゃって、で夜ご飯その生姜焼きね、生姜焼きを食べたからね。あらま。そうなんですよ。そうだ、この時間にご飯の話したら流せてくるよね。なんか今ファンの方々からそうやって背中を押されたので、ちょっとこれから持って帰ると思う。うん、よろしくです。ピザで10回って、肘こんばんは。うん。ね、持ってかないと。うん、また来てね。待ってます。びっくりした？どうせ引っ掛け問題でしょ。私はそうやってペザで10回って言われたら絶対に肘っていう、まず最初に。急に笑った。そうそうそう、ありがとう。今日はこれはフィッシュボーンかな。フィッシュボーンです。かわいいね。実はここもちょっと巻いてます。すごい、なんかこの髪型生きてるみたい。そういえば私先日アラジンを見たんですけど、録画してた。すごくハッピーになりました。プライベートメール登録完了。ありがとう。嬉しい。嬉しい。そう、実写版です。実写版。は、はい。そう、アラジン、ディズニーですね。だからディズニーってすごいなと思って、本当にハッピーになれるし、見たら。アラジンときたって、さすが。そう、ジャスミンがめちゃめちゃ可愛すぎてびっくりしたんですよ。その実写版のジャスミンさんが可愛すぎた。俺ら友達、友達
こんな友達いる？こんな友達いる？この友達いなーい。違う、こういう歌があるんですよ。そんな急にいるとかじゃなくて、ラッパーなんとかじゃなくて、本当に本当にこういう歌があるの。違う違う、ただ普通に聞いたけど違う違う、みんなに聞いたわけじゃないよ。これはそういうそう、ジーニーが歌う歌なんよ。そう、びっくりした。びっくりした。びっくりしちゃった。そう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 、普通に聞いたんじゃなくて、普通に歌です。びっくりした。魚。魚の骨。今日はね、爪を切ってきてくださいと言われたのよ。爪を切ってきてねってスケジュールに書いてあって、そしたら今日なんだろう、スタッフさん、その担当の方がパッて私の爪見て、さすがたんですよ。高尾沙耶香さすがだねって。ちゃんとこのね、爪をね、そう切ってきてたから、その木を褒められる日だったからね。そうだよ、私爪はね、長いのあんまり好きじゃないんですよ。それはそう、小さい頃からお父さんに爪を本当にすぐ切られてて、深爪になるぐらい切られてたぐらいね、そうそう、切るっていう習慣がついてたんですよ。そう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 、常にそう、深爪になって痛いみたいな、もう常に。だからもう深爪にならないギリギリのとこまで切るっていう習慣がついてて、だから常に切ってるから、その生活習慣でも絶対に爪は 100% 引くからないみたいな。まあそれがね、私にとっては当たり前のことだったんですけど、そしたらある時、その生活検査の時に、私の爪を見て先生が綺麗って言ったよ。すごく綺麗にしてるねって。その頃から私は本当に爪を切ることにね、嬉しくなったんだ。うん、そう、当たり前じゃないんだなって分かった時の、そうそう、衝撃ありますよね。そう、いつも綺麗にしてるねみたいな言われたので、
まあ、自分的には当たり前にの日常だったんですけど、それが褒められて、そう、それからずっと私は爪を切るのが好き。爪が長いとね、そうそう、なんかさ、爪が長いとさ、なんかすごい気づけばいろんなとこにさ傷ができてるしさ、なんか引っ掛け跡みたいなとかさ、あとセロハンテープが剥ぎにくいんですよね。長いと短い方がさセロハンテープすぐ剥げるんよね。私その爪の赤を煎じて飲みたいみたいな、その言葉が、その小説で知ったんですけど、君の膵臓を食べたいっていうね、小説で知ったんですけど、その言葉を聞くと私は胸がね、ギュッてなる。帽子のサイヤンが異常にかわいかった。おお、ありがとう。小説は私いつ見たっけな、小説見たのは確か私中学生の子だった気がするけど、高校生だったかな。お、ツアー待ってます。私小説から入りましたね。確かにこの配信見てる方みんな爪見てるかもしれない。今そうなんだよね、結構褒められることって結構残りますよね。うん、映画化される前だ多分、そうだったかな。始めな。でも私はそういう過去っていうか、そういう先生に褒められたっていうのがあるけんね、そういう風になってるだけでね、全然人それぞれですけどね。それしかないよ。ありがとう。髪はここなんかちょっと編み込みになってる、かわいいよね。藤田もつさん、きちねさん、スマイルさん、高尾炭治郎さん、ロックオンさん、アーツさん、きちねさん、しのさん、ゆうきさん、ありがとう。もう一回君の膵臓を食べたいをちょっと読み返したいなって思うんですよね。うん、他と違い、なんか言葉の使い方が好きだなぁと思う。あんまりネタバレになるとあれだから深くは言えないけども、言葉が綺麗、小説すごく、なんかそういう綺麗な言葉を使ったりするの憧れるなぁ。
私が一番好きなシーンはそこですね。爪の赤を煎じて飲みたいのところが一番好き。浜辺美波さんすごく可愛いですよね。ね、綺麗だよね。浜辺美波さんの可愛さはもうどうしたらいいんだろうと思う。可愛いしさ、なんか美しいです。サトルンさん、ヒデのヒデさん、モチさんありがとう。でも私、吉岡里帆さんも好きなんですよ。そう、ドンギツネ。でも新垣結衣さんも好きですけどね。お、気が合う。あ、もう星野結衣さんなの。みんな可愛いけどね。どんどん増えてきて。このパターン、そう、どんどん出てくるやつ。でもそうだね、幸せだよ。かわいいよね。広瀬すずさんも好きだよ。ちはやふるめっちゃ見てた。映画かな。そう、時々吉岡里帆さんに似てるって言われる時ある。ST 入る前はそうだった。そうなんだ。吉岡里帆さんの100分の1だねって言われた。そう、サイズじゃないよ。違うよ。可愛さが、可愛さがかな。でもなんかその私バイトしてた時もそのバイトのその先の先輩からはそう、あの吉岡里帆さんに似てる子みたいな風に知られてたっていうか。嬉しいですよね。
好きだからすごい嬉しい。でも ST 入ってからはユダさんが多いかも。有村架純さん好きだ。そう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 。そう、あ、声が似てる。あ、喋り方似てる。あ、そっか。福岡やけんかな。いやでも、うん。ありがとう。うん、共通点多いかも。いや、この世界は本当にいろんな方で溢れてますよね。ヤギは勝てなかった。ネギ買ってないけど、ネギは買ってないけども、福岡は本当に、うん、なんかよく言われるよね、美人が多いって。確かにね、多いですね。なんかモデルさんみたいな人がすごい多い。そう、アイドルさんも多いし、こう、うん、道行く人みんなですね。多いですよね。福岡。そうそう。そう言われてますよね。確かに勝手になんか友達の友達とかがすごく可愛くて、勝手になんかちょっとファンになってるみたいなこと結構多いかもしれない。そうそう、うん、勝手にファンになる。リクトさん、ジャッキーさん、マエジャパンさん、ありがとう。トスのアウトレット行ったことある？あります、あります、ありますよ。すごい大きいですよね。
だっけ、佐賀、トズって佐賀だっけ、いきなり佐賀人なんで嬉しいです、ありがとうございます。いえ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 、こちらこそ。佐賀だよね、福岡は。そう、アウトレットはトスとか行くかもしれないね。もう今日は終わりますね、ありがとう。今日もね、いい、こちらこそ。更新しようかなと思います。一度更新しますね。よし、グッド。まで読んだのか。コックさんのしげさん、ヒデのヒデさん、ときみっきーさん、シティリバーさん、きちねさん、鳥取太郎さん、難波の久人さん、ピザーリアさん、リクトさん、楽しい時間にゃんさん、難波の久人さん、トルンさん、チャッキーさん、リクトさん、A ちゃん、リンさん、ありがとう。いえいえ、本当だ、1万28人、ありがとう、見てくれて。よかったらフォローしてね。ハートピンクです、かわさかっています。サイアンって呼んでね。フォローありがとう、ありがとう。なんかもしたい。うわー、これ外したくないな、外したくないな。可愛いのにフォローしました、嬉しい、ありがとう。いや、ちゃんと洗うよ。ちゃんと洗うよ。ちゃんと取るもの、よしよしよし。そうだ、8、9が僕体ですよね。で、10、11が直接会ってのお話し会ですもんね。いろいろあって17、山口の初日ですね。そう、ツアーマッチしてます。絶対絶対、みんなが見てる方がね、ちょっと感動するような
ステージにしたいですね。あらま、そして9月12はね、みんなで聴覚できるように頑張るな。はあ。えい。カタカナのタカさん、クニヒコさん、アラセモンジさん、そうだ、あの七並べもありがとう。なんだかな、7位以内にね入っていますね。ありがとう。ほうほう。高尾ゴンヤン、エビスさん、ありがとう。私も楽しく並べてます。なんか今月はあれですよね、雑誌のなんか撮影の、あ、フリーペーパーの撮影のグラビア何かがページ数が増えるのかな。そう、全員乗るけど、その7位までの人はなんだろう、なんかカット数が増えるのかな、なんだかな。そう、ハワイな雑誌の撮影、待って、ハワイ、またハワイって私昨日なんかハワイの話したよね。ちょっとまたちょっとアロハちょっとアロハ、びっくりした今、またちょっと関係してるアロハ、まさかの、まさかのアロハ、びっくりした、また伏線がじゃがいも、これ、まさかのちょっとアロハ、また伏線回収したよ、びっくりした知らぬ間にまさかの伏線回収してたよ、びっくりしちゃったね、ここに繋がったちょっとここに繋がるとは思わなかった。当たってました、ありがとう。そうだね、メールを見てね、
アロハの呪いって呪いじゃないし。びっくりだよ。こんなに繋がるって思わんかったけんさ。これ誕生変わるかな、うん、びっくりしちゃった。読もうかな。今日の1位は F 渋谷さん、ありがとう、うん、2位は難波の久人さん、ありがとう。3位は吉平さん、ありがとう。4位はまゆせんさん。5位は A ちゃん。6位はすいやんさん。7位はネッシーさん。8位はリンさん。紙はそのまま。9位は四つ葉さん。10位は高尾炭治郎さん。11位は楽しい時間にゃんさん。12位はエフィスさん。13位はしのさん、ありがとう。いい。キックさん、五十アップくん、ときめっきーさん、みつるさん、くにひこさん、ふたてさま、ももんがさん、大西くん、りくとさん、ゆしきさん、あおちゃん、ろくおんさん、きちねさん、りこちゃん、なかぬしさん、ジャッキーさん、しんじさん、たくやさん、ちくわドーナツさん、なぴちゃん。34位がいくごぴょんでした。おめでとう。いいことが起きる。イエーイ。バタゴンさん、キチネさん、炭酸せんべいさん、マイジャパンさん、トッシーさん、ありがとう。そう、もうこんな時間だね。髪の毛、レア髪の毛。高尾さやかさん、ちょっとアイス食べようと思う。さすがにお腹空いちゃったよ。なんて食べ方、ジャイアントコーン食べる。そう、ストックがあるんですよ。癒されてます、よかった。あざと、あざとあざと。どうしてもいいかと食べたっていいね。私もストックある。持って帰りますね。確かに。うん。初見です。めちゃくちゃ可愛いですねって。嬉しい。よかったらフォローしてね。ハートがピンク。
ストックを切らさないタカオ。グサ。この髪型自分でできないかも。できないかも。俺も初見ですって。初見詐欺だ。なぬ。人気は通ってもいい、通ってもいい。洗ってね、洗うよ、洗うよ。かわいい、それはそう、素晴らしい。何？食券ですって。フォローしました、ありがとう。あ、今日は初見ね。1年前は初見も。1年前、うん、ちゃんと洗う、ちゃんと洗う。待って、本当に、ね、洗うよって。私本当にお風呂毎日入ってるからね、ちゃんと。ちゃんと入ってるよ。フォローしてました。確かに大丈夫、明日は違うよ。こんな髪型じゃないからね。そうだよ。なんか今日はすごくぐっすり眠れそうな予感がしますね。皆さんもおやすみなさい。私にとってこの1週間はすごく早い1週間であろうと思います。バーイ。ありがとう、コメント、コメントとギフトとたくさんありがとうございます。